4戦ぐらいの試合が最後で、はい、結局あの、怪我が原因でやめたんだけど<ー>そ,その時にまあ勝っても負けても引退とは決めていてそれに向けてはあの全力でや,ってやりきった感で終わったんだけど、はいまあ、じ自分の中ではもう1人ちょっとやりたい選手がいたといえばいて。 Oh. うん、ああ幼稚園くらいの,後に、うんのまあとはいい前にね。ああ、oh, 前から。から oh. で、まあ、引退したし、まあ、そのことはもう忘れようっていう感じで、まあ、忘,れてたんだ忘れてきたんだけど、oh. まあねいろんな選手の試合とか見てるとまたこうあの人とや,や,やりたいって気持ちがね入って、はい、まあそれをこう抑えてって感じでそのまま来たけど。 うん、今そのエクスファイトでえっ、ー、と角藤ドリーマーズっていう、まあ、MMA 選手はいああドリーマーズってあれあれのねあのみんなやっぱ世界チャンピオンを目指して頑張ってる人たちをまあ自分がその打撃を教えたりしてて、まあ、その姿を見てるとだんだん俺もこのままでいいのかなっていう<ー>、うん、なんかこの思い残してることを やらないで人生を終えるのもどうなのかなっていうの<ー> <laughs> が、まあ、強くなってきてまあもう四十今41だから、うんまあ、今回今年来年しかないんじゃないかなと思って<ー> <laughs> じゃあもう思い切ってやろうっていうことを決めたのが。